はい、やってきました手賀沼水系大堀川下流にあるふるさと公園ですね。今朝7時半ぐらいかな。ここのね、ふるさと公園の駐車場はいつもいっぱいなんですよね。なのでね、こうやって朝一じゃないと止められないと思います。近くにね、止められるとこないんで、まあ、ふるさと公園で駐車場してる人は対岸側の、この同じふるさと公園っていうのかな、対岸側にも公園があるんですけど、そこでね、そこの駐車場はまだ比較的有料なんですけど、大きいんで、ぜひお試しを。この下に寝てないかな。このね、奥が大堀川なんですけど、前ね、ノジポートの前まで、ここから上流1キロぐらいですかね、行って、ちょっとね、浅場が多かったので、今回この本湖に近い、手賀沼の本流に近いところに来てんじゃないかなと思って。で、完全にね、鯉を見つけました、鯉。ビブリガムのフリービル。本当こういうところでね、カバースキャットがいいんでしょうね。カバーをスキャットするって。ねえね、でも沈まない。ゴミが多すぎて。ここね、夏場は行けると思ってなかった。知らなかった。じゃあカバーをスキャットしたいと思います。ここいいじゃないですか。なんか。はい、川辺から離れて。ここ夏も来れるんですか？来れていますかね？この場所は。そこのね、そこのふるさと公園のメインのところは普通に入れるんですけど、ここがいない。移動。ここはね、生態本能はね、鯉がいた。鯉がね、あの水路の中にいましたね。鯉はいたけども、それ以外の当たりもないですね。水深が1メーターぐらいかな。この第一ガイド1メーターちょい、水深1メーターちょい。ここはもう本湖っていうのかな。でも本当に最下流ですよ、大堀川の。ダメだ、釣れない。せっかく試験勉強そっちのけてきたのに釣れないよ。腹も痛くなってきた。実家所帰るか。2時間くらいですね。2時間くらいやったんですけど、今年初バスはゲットできませんでした。ちくちょう、ちくちょう、ちくちょう。誰か釣ってみてください。手軽まで、まだね、釣れたよっていう人ね、ネットで見かけてないんで、ぜひね、情報ください。ここはいるかな。ここっていつも堆積物があるよね。さあ、ここで釣れるかね。さっきのね、あそこはね、全然ダメでしたね。当たりが全くなかった。手賀沼にもね、50アップはいるんですよね。ツイッターのね、パパパパサーさんがね、50アップ上げてるブログをね、書いてくれてます。絶対にいるんで、まあ、数は少ないかもしれないですよ。でも絶対にいるんで、あれですね、夢がありますよね。霞水系とかに行かなくても手賀沼でも50アップいるんですから、証明されてますから。いつかね、ここで釣ってみたいですよね、50アップ。
まあ、私はねここで一匹も釣ったことがないんでね、今年はね手賀沼でね3匹釣ってみたいですね。ちょっともう多分釣れないということで諦めて、ミエバスを手賀沼水系大堀川にバスが本当に入ってきてるかどうか、ミエバスレベルで探してみましょうか。そうしよう。じゃあこれでおしまいでしょう。よし、探すか。お、ちょっとなんか今ねこのね足の中に魚影がいたんで、さっき泳いで魚がちょびっとね見えたかった。見えばすいますかね。こっちの方では全く魚がいません。いませんね。うん、船すらいない。さあここら辺はどうでしょう。ちょっと浅いんだよね。生体反応はない。生体反応はない。とりあえずね闇雲に打ってもしょうがないんで、ミエバスがいるところだけですね。そこだけ魚の漁影があったら撃ちます。ここまでしか行けないね。ダメだな。ビビビバグは無反応。じゃあカバースキャットは、カバースキャットだるまさながらうまく。手賀沼水系大堀川ですけども、ふるさと公園をねちょっと上流に来てました。あそこがふるさと公園ですね。ふるさと公園をちょっと上流に来たものの、本当はね6号下までね行こうと思ったんですけど、今日はちょっと時間がないんで、ここで魚っ気ないんですけどね、全然魚っ気ないんですけど、おそらくねここはそこら辺までブロックがあるんですよ。川岸3メーターくらいまでね。でその先がねもしかしたら結構深くなってんじゃないかな。どうなんだろう、分かる方います？ここにねブロックがあるんですね。下ブロックがあって、で一気にね一気に深くなってる可能性がある。リグをねその手前に引っ掛けてみます。どんぐらい深いのか、20センチぐらいか。ちょっと深くなってるだけだ。基本手前側は浅いですね。勉強になる。ここが浅いから奥投げないとダメで、こういった足の下とかもいると思うんですけど、次は浅いですよ。水深30センチぐらい。夏だね、ここにねすごい茂みができると思うんですけど、その下って本当にこんだけですよ。多分若干増水すると思うんで、増水したとしたら50センチぐらいになるのかな。まあこんぐらいまで増水するのかな。50センチあれば入ってくるか。ここって夏場ってどうなるんですかね。入ってこれないですかね。知ってる人います？皆さんちょっと教えてもらってもいいですかね。今はねこうやって足が刈られてるんでね、なんか入ってこれますけど、でもちゃんと通路ができてんだよな。人が入った形跡がめっちゃあるんだな。これもめっちゃ捨ててあるし、これ見てこれ、ゴミ袋ごと捨てあるんだけど、変かな、ゴミ袋ごと捨てあるんだけど、ほんとねありえないですよね、ゴミ捨てる人って。手賀沼をねせっかくめっちゃ昔に比べて綺麗になってきたっていうのにね、もういろんな人の努力ですよ。あ、そうだ、漁業権、入漁権、遊漁券買いましたよ。本当はねバスとかは対象外のはずなんですけど、
よし帰るか。このようにですね、地元柏市を中心にですね、東葛地区の釣り場情報をですね、まあできる限り週1でアップしていきたいと思いますんで、皆さんで、ね、ぜひチャンネル登録をお願いします。こんなね釣り場にあるよとか、こんな釣り場に行ってみたいとか、ここ行ってみてよとか、なんかそういったね要望があればぜひねコメントいただけると嬉しいです。